夢の印税生活もあれば、まあ、逆に本当印税なんて全然もらえないよ、なんか数万円ぐらいだみたいなケースも聞きます。どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。こういった本のプロデュースをしております。この動画では本の印税がいくらになるのかを解説していきます。以前ですね、本の出版費用が一体いくらになるのかを解説したんですが、まあ、やはり印税がいくらもらえるのかっていうのは気になるところですよね。まあ、あなたも多分いろんなね、印税の話を聞いたことがあると思うので、今回はその中でも最も一般的というか、リアリティのある印税これぐらいもらえるよっていう話をね、していきます。では、印税は一体いくらもらえるのか。結論から言うと、本を出したらとりあえず60万円弱もらえます。で、さらに言うと、増刷がかかって、まあ、合計3万部ぐらいまでいくと400万円もらえるイメージです。では、具体的に話していきます。まず、印税については、書刷りと増刷分とに分けて考えた方がいいです。書刷り分というのは、つまり最初に書いたらいくらもらえるかっていう金額なんですけれども、まあ、増刷分というのは、それ以降の、まあ、本が増刷されるたびに入ってくる印税になります。で、この書刷りと増刷はいわゆる支払いの条件であったり、印税率が違ってくるので、この2つは分けて考えた方がいいんですね。まず書刷りについてなんですが、書刷りというのは、まあ、本の初回生産分のことです。だいたい発売の翌月末ぐらいに振り込まれることが多いです。で、この書刷り分の印税はだいたいその60万円弱だよとお伝えした理由なんですけれども、印税って本の価格と刷った部数と印税率をかけたものになるんですね。で、書刷りっていうのは皆さんが書く一般書の場合はおそらく本体価格が1200円から1400円ぐらいで、書刷りがおそらく4、5000部ぐらい。で、印税が結構ばらけていて、まあ本当初心者というか初めて書いた人だと 5% ぐらいとかそれ以下のこともあって、だいたいマックスが 10% なんですけど、まあ一応僕がプロデュースしてるときって大抵 8% から10% なので、8% で今回は計算してみると、仮に本の本体価格が1300円として印税率が 8%、 部数を5000部刷ったとしたら 1300×0.08×5000 で52万ですね。で、そこに今現在だと消費税が 10% かかってくるので、52万 ×1.1 で57万と、なので書刷り分の印税はまあおよそ60万弱、57万2千ぐらいになるんじゃないかなと。これはとりあえず書いたらそれぐらい入ってくるよっていう目安になります。まあもちろんそれがね、本体価格がちょっと安めで1200円に設定したらちょっと下がるし、1400円にはちょっと上がるし、部数も4000部なのか5000部なのかとか、まあ印税率が 8% じゃなくて 9% とか 7% って変わることもあるので、この辺で前後していくので、大体のことはご自分で計算できると思うんですが、まあ、ざっくりイメージとしては、60万ぐらいかなと、60万弱ぐらいかなと思ってもらえば間違いないです。次に増刷の解説をしておきます。増刷というのは、この書刷りの最初に作った分が売れ行き好調ということで、まあ、新たに再生産した本のことです。まあ、追加生産分という感じですかね。書刷りと大きく違うのが2点ありまして、1つ目は印税率が変わることがある。で、2つ目は支払いの期間がだいたい半年後っていう、まあ、ちょっと時間が空くんですよね。まあ、増刷っていうのはその本が売れてるっていうことが分かってるので、まあ、かけてもらうものになりますから、書刷りよりもね、リスクが低いはずなんですよ。まあ、なので、増刷分はちょっと印税上げてもらえることが多いです。僕がプロデュースしてる本の場合で一番多いのは、まあ、やっぱり書刷りが 8% に設定してもらって、増刷分から 10% って形でやらせてもらうことが多いです。で、その時も売れる自信があるとか、平均的にまあ、比較的ヒット出せてるよっていう状況だと、要は書刷りの 8% の部数が多いよりは、売れる自信があるんだから、書刷り少なくして、増刷分多くして、10% の印税でたくさんもらった方が、まあ、得なので、結構僕はその書刷り抑えめでいいです、みたいな形で言って、8% とか 9% で話進めて、で、増刷分をね、早くかけてもらって、そっちの印税をたくさんいただけると嬉しいな、なんて話をしたりします。まあ、ただ、この辺考え方なので、例えば、書刷りって、その本当、書いた翌月末ぐらいに振り込まれるので、すぐ来るイメージなんですけど、増刷ってその半年後ぐらいに入ってくるようになるので、まあ、そこからね、毎月増刷かかってれば毎月入ってくるんですけど、ちょっと忘れた頃に入ってくるイメージなんですよ。で、著者の中では結構、書刷り分の印税は全部反則に当てますって方もいらっしゃるので、まあ、そう考えると書刷り分を大きくしても全然いいのかなとは思います。例えばなんですが、まあ、書刷り5000部だった本が、売れ行き好調ということで増刷が結構何回もかけてもらって、増刷分が2万5000部、合計で、3万部になったとします。すると増刷分の印税っていうのは、まあ、本体価格1300円に印税率 10% に、で、部数2万5000をかけた金額なので、まあ、325万ですよね。で、そこに、消費税の 10% を乗せて、1.1 倍になりますから、まあ、357万5千円。で、ここに例のその書刷り分のね、57万2千円を足すと、まあ、414万7千円かぐらいになりますので、まあ、大体やっぱり3万部ぐらいいくと、400万円ぐらいになるよというイメージを持ってもらうといいかなと思います。で、まあ、もちろんですね、その細かい条件って本当上げてければキリがなくて、まあ、例えば、すり部数の印税じゃなくて、実売印税っていうところもあったりですね、さっき言った支払い期間が違ったりもしたりするので、あくまで目
目安として3万部だったら400万円ぐらいなのかなとか、とりあえず書刷りがもう出せば5、60万円ぐらいなのかなっていう風なイメージとして持ってもらうといいと思います。で、またその電子書籍の方の印税はどうかっていうと、これはあの紙のさっきの印税とは別でちゃんと支払ってもらえるんですが、まあ正直電子コミックとかじゃなければ電子書籍ってそこまで売れないので、まあ正直ね、あの紙の本の印税に比べればあのおまけ程度に考えた方がいいです。それこそ本当にね何万円っていう感じかなって思ってて差し支えないと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございます。いくつかお知らせの後に今回の動画の、まとめと、あと印税の詳しいね計算方法なんかもお伝えします。まずオンライン出版セミナーの受講者様募集中です。ご受講いただいた方すべての方とですね、2週間の1対1の企画の相談の時間を設けております。これからね本を出版されたいという方はですね、こういう企画を考えているんですけどってアイデアもらえればですね、僕もあのアドバイスさせてもらいますし、あなたはこうやればいいんじゃないですかってね、方に合うあの企画の切り口とかを見つけて、もう本当にその場で、あ、なんかすごいイメージ変わりました、でもこっちの方が面白そうってね変わっていく方も多いんですよ。で、あるいはもうね本の出版間近に控えている、で発売後のプロモーションのことを相談したいという方もね、ぜひぜひご相談ください。僕もその場でいろいろね、こういうことできますか、ああいうことはできますか、こういうの結構効果ありますよとか、こういうの出版社さんと相談した方がいいですよっていうふうにね、具体的に載ってますので、こっちもね非常に好評いただいております。またあのまだこのチャンネル登録をお済みでない方はですね、この機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからもですね、出版に役立つノウハウや情報を分かりやすく丁寧にまとめてお伝えしていきたいと思います。オンライン出版セミナーとチャンネル登録のリンクはですね、概要欄の方に貼っておきますので、こちらもぜひご利用ください。それでは今回の動画のまとめです。本を出版したら一体印税はいくらぐらいもらえるのかという話なんですが、結論を言うと、本を書いたらとりあえず60万弱ぐらいもらえる。で、3万部ぐらいまで売れたら400万円ぐらいもらえるイメージでいいと思います。夢のベストセラー10万部と1400万部とかに、ね、なりますね。で、詳しい印税の計算式をお伝えしておくと、本の本体価格×印税率×部数ですね。で、そこに消費税をかけたものがあなたの印税になります。他に印税に関することで言うと、書刷り分はプロモーション費にやってる人が結構多いかなという話と、他にですね、実売印税など結構ね、印税の細かい条件とか契約内容って本当個別に変わってきたりもするので、詳しいところはね、ちゃんとその都度出版社さんに確認をして調整してもらったらいいかなと思います。というわけで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。今回の動画が面白かった、役に立ったという方はですね、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメントいただけるとすごく嬉しいです。本当ただ見たよってだけでもね、すごく励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。もちろん出版に関することやこの動画に関することの質問も大歓迎です。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。